今回は、まあ、漠然と、英語講師になりたいと、まあ、英語講師としてのあの知識を深めたいと思ってきたんですけども、あの、まあ、英語を教えるには英語は喋れるんですけども、それを教え効率的に教えるにあたっての、その裏にバックボーンとなる理論だったりとか、まあ、スキルだったりっていうのはなかなか自分ではあの全部はまだ分かっていなかったので、そういったものを知りたいと思ってきました。で、実際にその理論、はもちろんなんですけれども、その理論をいかに現実的なあのレッスンの中で活かしていくかっていうところをあの教えてくれるところだと思いまくって、で、千草先生のこの、 あの講座では、そういった、まあ、先生がずっと試行錯誤されてきた中で、自分でこれがワークした、ワークしなかったっていうのも教えてくださるし、そのワークしたものに対しては実際にあのこういったいろんなワークシートでカリキュラムの作り方だったりとか、レッスンプランの作り方っていうのをあの実践的に教えてくださったので、それはすごく役に立ちました。自分で英語のクラスを始めるにあたってレッスンプランを大体は考えていたんですけど、千草先生のその動画とか見て、すごく楽しそうなこの雰囲気はどうやって伝わるんだろうっていうのを知りたくて参加しました。で、実際に参加させていただいて、この一つのテーマにとかその内容に対して子どもたちがどう思うのか、その子どもの年齢によっても違うし、で先生はどういうことを感じるのかとか、それに対してこうお母さんたち保護者の方がどう思うのかっていうのをすごくあの丁寧に細かく教えていただいたので、すごくこう自分がやる時のイメージが見てて、でも早くやりたいっていうふうにすごいワクワクしたので本当に参加できてよかった。私はプラスワンで千草先生の講座を習い始めたんですけど、英語はすごい苦手意識が強くて、あの全然できないところから始まってて、でもなんだろう、娘も英語を私が一緒に千草先生ので教わってて、そこで娘にもちょっと教えたいなっていう思いもあって、このグローバル養成講座を受けてみました。で、多分すごい自分が先生になるっていうのはすごい夢の夢っていう感じだったんですけど、いろいろ講座を聞いてみると、そんなに難しいことはあんまり言ってなくて、その英語力がなくても教えられるんだっていうのはすごい分かりました。まだまだ私は英語力に自信がないので、あのすぐに先生っていうのはちょっと難しいかなと思うんですけど、あの自分の子供だったり子供の友達だったり、そういうところから徐々に教えて自信つけてみて、近い将来先生をやってみたいなとは思います。この講座を受けて、自分は、英語教師になりたいなっていう夢があったんですけれども、なるにはどうやったらいいかっていう方法とかが、ちょっと漠然としすぎてて、千草先生のこの講座を受けて、そういうやり方だったり、でまた自分がそんなにレベルが高くないんですけれども、自分にそんなにスキルがなくても、たくさん教材を使ったりとかで教えていけるんだっていう方法とかも学んだので、とても良かったと思います。まずは、自分の子供とかその周りの友達とかに、ボランティアとして、英語活動、英語を教えていきながら、そこで自分もブラッシュアップして、で、いつか教室を持てるように頑張りたいと思います。今回の講座の内容を聞いて、小さな頃から英語に触れた方がやっぱりいいっていうことが分かって、しかもその先生のレッスンの内容がとてもいい内容だったので、これからレッスンを活かせるような、楽しくレッスンができるような講師を目指して頑張っていきたいと改めて思いました。ありがとうございました。英語を取りまして、英会話だけを勉強に来たんですけれども、そこでグローバル講師養成講座があるっていうことを知りまして、
あ受けてみようかなと思って受けたら、あのこのお仕事がしたくなりまして、もう9月には始めたいと思ってます。あのこの講座に出席しまして、私は何もあの子どもを指導する教材とかあの方法とかを知らなかったものですから、すごくたくさんあって、それでそれで楽しく子どもたちが勉強できるっていうことを知りまして、ぜひそれを使って我が家でやってみたいと今は思っています。ありがとうございました。今回の、講習会を受けたのは、自分 の, あの基本的には自分の孫たちのお友達が、英語が好きだな、英語が楽しいなって思えるような子どもたちを育てたいなと思ったのが、きっかけです。で、先生の授業を受けて受講して一番思うのは、座学とそれからアクティブのこう実習というのがバランスよく入ってきていること、実習を見てるとこう楽しくやってるっていうのは分かるんですが、どれだけと理論づけたことがこう基本になってるかっていうのが今回学んでよく分かりました。だからただ楽しくやってるわけじゃなくて、きちんと理由づけがされているということが、よく分かって本当に勉強になりましたし、しっかり自分もそれを得得して学んでいかない、これからも学んでいかなきゃいけないなっていうのが分かりました。とても楽しかったです。必ずあのこれを使って、自分は教室をやりたいと思っているので、まあ、2、3歳児とか小学校1年生ぐらいを対象にして、英会話をやっていきたいと思います。